こんにちは、みよとです。本日も吹奏楽動画やっていきたいと思います。今回の吹奏楽動画のテーマ、ズバリ課題曲でございます。まあ課題曲に関する動画はね、過去にもたくさん出てきましたけれども、ちょうど3年前のこの時期にですね、課題曲のマーチって風が吹きすぎていないっていう動画を出したんですよ。まあ言葉の通りなんですけれども、毎年発表されている課題曲の中に風ってつくマーチ結構多く存在しているなって思ったところで、実際調べてみようっていう感じで調べたのが3年前だったんですよ。画質も音質も悪いですしね、引っ越す前の部屋で撮ったものですので、ちょっと見づらいところもあると思いますけれどもね、お時間ある方はぜひ見ていただければと思っております。ピカチュウの人形の頭にね、乃木坂のいくちゃんの缶バッジがついています。そんなことはどうでもよくって、今日もですね、お風呂に入っていてちょっと思ったわけですよ。吹奏楽の課題曲のマーチって風吹きすぎているけれども、そもそも課題曲全体的に道めっちゃねえと思って、ということで今日の動画はですね、過去の課題曲から現在の課題曲を振り返ってみて、道とつく課題曲何個あるのかを調べていきたいと思います。パッと思いつくものだけでも、例えば天魔の道とか春風の通り道とか結構あるんじゃないかな。下手すれば風以上にあるんじゃないのかなと思っていて、この時の風に関してはマーチ限定だったんですけれども、今回のこれは全部の、課題曲の道を調べていきたいと思いますんで、風の時は結果10個あったんですけれども、まあ、それくらいあれば設立しようって言っていいんじゃないのかなと思っております。早速調べていきましょう。ちなみに今この動画を見ている皆さんはね、過去の課題曲で道ってついている楽曲やったことありますかね。僕はそれこそさっき言った天魔の道っていう曲が好きでして、当時打楽器でやったのがね、なんだっけな、第1回の課題曲が1940年か、大行進曲大日本で、しばらくはねマーチしかないんだよね。でもマーチにも道ってね結構入ると思うんで、しょっぱなから期待していいんじゃないのかな。第1回なし、第2回なし、第3回なし、なんだろう、道はないけど進むっていう感じがなんか結構見られますね。神妙が多い、そう神妙が多いわ。説変えようかな。20回なし、まあまあまあこれくらいは許容の範囲内ですよ。ここからたくさん出てきますから。34回なし、あ39回なしで、前回風の検証の時に第39回でようやくそよ風のマーチが出てきたんですよ。だから道もここら辺からそろそろ出てくるんじゃないのかなと予想していますが、さあ第42回まで来てしまいましたよ。1994年僕の生まれ年じゃないですか。その時の課題曲がベリーを積んだらダンスにしよう。どんなダンスを踊ったんじゃい。あった、第48回2000年の時のやつですね。福島ひろかずさん作曲の、これなんていうんだ、道祖神の歌でいいのかな。道祖神ってなんだ、そもそも道祖神、道端に石像でよく祀られ、外から来る魔、災いを遮り塞いで安全を守る神。ちょっと俺が思っていたのと違うな。何々の道とかの道、本当にロードだけをカウントしていきたかったんですけど、ちょっと一応入れておきましょうか。なんか行き先が不安なんで、行き先というかもう2000年まで来ちゃったんだけど。第55か、ありました。第55回2007年コンサートマーチ、光と風の通り道。2007年だから僕が中学1年生になった時の課題曲か、ドンピシャですね。さあそして第56回来ましたよ。さっき言いました、天魔の道、吹奏楽のために2年連続道が引かれた。もうこの調子でさ、毎年行っちゃおうぜ。第57回はまあないですけれども、第58回はうちなのティダ
あ、来ましたね。第63回2015年マーチ春の道を行こうですね。完璧。はい、先ほど言いました第65回2017年マーチ春風の通り道で、今年は課題曲4であります更新曲道しるべの先に、これ道標の先にって読むのどっちなんだろう。俺課題曲演奏してないから分かんないんだけどさ、一応これも道入っているのでカウントはしておきたいと思います。いいですね。そしてね、来年度の課題曲ももう発表されました。2020年度第68回の課題曲の中には残念ながらありませんと。さあ、第1回からね課題曲をドゥワッと見てまいりました。もしかしたらね、僕の見逃しがあるかもしれないんですけれども、僕がこの目で確かめた道と書いてある楽曲ズバリ合計6曲です。僕の勘違いでしたねこれね。でも近年でその道ってつくマーチがこうポンポンポンって出てきていたので、なんか多いなっていう感覚に陥っていたんだと思います。これだったら道じゃなくて別のその漢字が入っていることの方が多いと思いますね。僕の変な勘違いのせいでなんか変な動画を一本作ってしまって本当申し訳ございませんでした。まあでも僕が気になった検証をね、なんかようやくできたなっていう感じだったんで、僕得ではありますということで、本日は吹奏楽課題曲道多すぎねの検証をしてまいりました。全然少ねえじゃんって思った方は高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。